香川県道161号高松坂出線は香川県高松市から坂出市に至る一般県道である。高松市と中山工業地帯とをつなぐメインルート、さぬき浜街道の一部として建設された。かつては全線が香川県道路公社が管理する有料道路の高松坂出有料道路だったが、2011年3月27日に無料開放された。 現在は2車線での共用となっているが、2024年度末には4車線化する予定。有料道路時代の料金所。無料開放後に撤去。モータリゼーションが進んだ1970年代、日本各地では急ピッチで道路整備が進められていた。瀬戸大橋開通を控える香川県においては、渋滞対策として、高松市街と坂出市の瀬戸内工業地域をつなぐ。 佐ヌ浜街道の建設が急務だった。両地域を最短で連絡するため五式台直下をトンネルで結ぶルートが策定されたが、総事業費の103億円は当時の香川県の年間道路予算に匹敵する金額であり、建設費の捻出は事実上不可能であった。そこで考えられたのが道路整備と区別措置法に基づいた有料道路方式による整備である。 完成4車線の計画ながら早期供用を優先して暫定2車線で事業化し、1973年に着工、8年後の1981年に香川県道路公社が管理する高松境で有料道路として全線開通した。通行料金の徴収によって建設費用を償還し、開通から30年後の2011年には無料開放する計画だった。 しかし開通してみると、実際の交通量は、予測段階のそれとは大きく異なっていた。開通初年度早々に1日あたり5626台の予測に対して、実際は1611台と出花をくじかれると、以降も、さぬき浜街道の全通や、瀬戸大橋開通など、交通量増加を予測していたイベントではいずれも、思うほどの伸びは実現せず、 赤字が続いて債務は130億円にまで累積した。1988年の3月には当時の土木部長が県議会の土木委員会で計画通りの召喚完了が難しいことを初めて認めている。1988年の瀬戸大橋の開通後は営業黒字に転じたものの、それでも交通量は予測の4割程度で推移し管理する。 道路公社も移ってないままその後も時間だけが過ぎた。それに伴い県からの支援も不可欠となり、当初は国や民間の金融機関からも言っていた資金借り入れを県からのみに借り替えたほか、2003年には県からの道路公社への貸付金71億円を無利子に転換している。結局、料金徴収期限の2011年までに、 道路公社の抱える債務を返済することはできなかった。県では、通行量の実績が累計で、約6160万台に止まった要因について、周辺地域の開発の遅れや、瀬戸大橋の交通量低迷、厳しい社会情勢などを挙げている。徴収期間の延長か、税金投入による無料開放化が注目されたが、県の判断は後者だった。 中松市や坂井出市が無料開放を強く望んでいるのに加え、徴収延長による収入と無料開放による便益との比較等を総合的に勘案した結果であった。県は2010年度予算で81億円を補助して、道路無料開放、道路公社は同年度内で解散となった。道路が2011年3月27日に、 無料開放されると交通量は一転して急増し、無料化前の約2.5倍に上った。無料開放後の交通量は1400台と事前に見積もられていたが、実際には12000台を超え、今度は良い意味で予測を裏切る形となった。しかし当初計画の4車線拡幅については、県は目安となる交通量を概ね15000台としており、 また事業費も50億円程度かかると見込まれることから事業着手時期については不透明であったが2024年度の4車線化が予定されている。料金書は五色台トンネルの高松市側入り口の手前にあった。トンネル高松境で有料道路に関するカテゴリー。ありがとうございます。